タミー・ワイネット、またはタミー・ウィネットは、アメリカ合衆国のカントリーミュージックのシンガーソングライター。カントリー界で最も名の知れた歌手の一人で、レコードの最大売上女性歌手として知られており、カントリーミュージックのアイコンともなっている。ワイネットは、カントリーミュージックのファーストレディと呼ばれ、ドリー・パートンの 9-2-5 に記録を破られるまで、彼女の最大ヒット曲、スタンドバイ・ユア・マンはカントリー史上女性歌手最大のヒットシングルの一つであった。彼女のヒット曲の多くは孤独、離婚、男女関係の難しさなどをテーマにしたものである。1960年代後期から1970年代初頭、23曲が第1位を獲得した。1970年代、ロレッタ・リン、ドリー・パートンと共にカントリーミュージックでの女性の地位を確立した。1969年、カントリー歌手、ジョージ・ジョーンズと結婚し、1975年に離婚した。1968年に結婚した、ジョニー・キャッシュとジューン・カーター・キャッシュに続き、カントリーカップルとして知られた。1970年代から1980年代初頭、ジョーンズとワイネットは、数々のシングル及びアルバムをヒットさせた。ミシシッピ州トレモント近郊で、父ウィリアム・ホリス・ピューと、母、ミルドレッド・ヘイ・ピューのもとに、一人っ子として生まれ、バージニア・ワイネット・ピューと名付けられた。父親は、農業従事者及び、地元ミュージシャンで、ワイネットが9歳の時に、脳腫瘍で亡くなった。母親は、家での農業の他に、臨時教師も務めていた。母親は、夫亡き後、ワイネットを、自身の両親のもとに預け、第二次世界大戦中、テネシー州メンフィスに転居して工場に勤務した。1946年、母親は農業従事者のフォイリーと再婚した。ワイネットはトイレが屋外にあり、水道設備のない母方の祖父母宅で育った。当時5歳であった叔母、キャロライン・ラッセルと共に姉妹のように育った。幼少期、亡くなった父が残した。様々な楽器を独学で演奏するようになった。ワイネットはトレモント高等学校に進学し、バスケットボール選手として活躍した。卒業1ヶ月前、18歳の誕生日の数ヶ月前、ユープル・バードと結婚した。彼は建設作業員であったが、仕事を継続させることができずに転々と引っ越した。ワイネットはウェイトレス、受付、バーテンダー、加工場従業員などで働いた。1963年、アラバマ州バーミングハムにあるアメリカンビューティカレッジに進学し、美容師になるために学んだ。歌手として成功後もいつでも戻れるように美容師の資格を更新し続けた。最初の夫ユープルの元を離れ、その後に3人目の娘を産んだ。この娘は、脊髄膜炎を患っており、治療費を稼ぐために夜に歌うようになった。ユープルは、カントリー歌手を志望する彼女を支援せず、ワイネットによると、夫は、夢でも見てろと語った。数年後、彼女は歌っているところを写真に撮ってもらうために、彼に、コンサートに来てもらい、その写真には、夢でも見てろとサインした。1965年、アラバマ州、ミッドフィールドで美容師をしていた頃、バーミングハムの WBRC-TV のカントリーボーイ、エディショーで歌い、これにより、ポーターはゴナーと共に演奏することになった。1966年、グウェン、ティナ、ジャッキーの娘3人を連れて、バーミングハムからテネシー州ナッシュビルに転居し、レコード会社との契約を志した。数々のレコード会社に断られ続けた後、プロデューサーのビリー・シェリルのオーディションを受けることとなった。当初シェリルは彼女と契約することを躊躇していたが、アパートメントナンバー9のためにどうしても歌手が必要だったために仕方なく契約した。シェリルはワイネットがこの曲を歌うのを聞いて、とても感銘を受け、1966年、彼は彼女をエピックレコードと契約させた。エピックレコードと契約する際、シェリルは彼女により印象的な名前に変えるよう提案した。1979年の彼女の回顧録、スタンバイ・ユア・マンによると、その会議中ワイネットは長い金髪をポニーテールにしており、シェリルは映画タミー&ザ・バチェラーでデビー・レイノルズ演じるタミーを思い出し、これにより芸名はタミー・ワイネットとなった。1966年12月、ボビー・オースティン及びジョニー・ペイチェック作曲の1枚目のシングル、アパートメントナンバー9が出版され、カントリーチャートで第44位となりづらくもトップ40に入らなかった。2枚目のシングル、You Are Good Girls Gonna Go Badは大ヒットして第3位を獲得した。これ以降1970年代終盤まで3曲以外すべてが次々とトップ10にランクインした。You Are Good Girls Gonna Go Badの成功以降、1967年夏のデイビッド・ヒューストンとのデュエット、My Elusive Dreams が彼女にとって初の第1位となり、同年終盤の I Don't Wanna Play House でも第1位を獲得した。1967年、ワイネットは I Don't Wanna Play House でグラミー賞女性カントリーボーカル賞を獲得した。1968年から1969年、ワイネットはTake Me To Your World、DIVORC、E、Stand By Your Man、Singing My Song、The Ways To Love、A Man の5曲で第1位を獲得した。Stand By Your Man はシェリルとワイネットによりエピックのスタジオで15分で作曲されたとされ、アメリカで女性人権運動が始まった頃に出版された。この曲のメッセージは男性にどんな欠点があろうと、女性はその男性のそばに止まるべきだというものであった。この曲は批判され議論を引き起こし、フェミニストの矢面に立った。にもかかわらずこの曲は大ヒットしてカントリーチャートで第1位を獲得しただけでなく、1968年のビルボード誌のポップチャートで第19位を獲得し、ワイネットにとってソロとして唯一トップ40にランクインした。1969年、ワイネットはスタンバイ・ユア・マンで、グラミー賞女性カントリーボーカル賞を獲得し、批評家によるとこの曲はカントリーのクラシック及びスタンダードとされている。アルバムタミーズ・グレイテスト・ヒッツは50万枚以上売り上げ、1970年 RIAA によりゴールドレコードに認定された。1989年6月、このアルバムは100万枚以上売り上げ、プラチナレコードに認定された。1970年、映画監督のボブ・ラフェルソンは映画 Five Easy Pieces のサウンドトラックに彼女の多くの曲を使用した。1977年、ジョニー・キャッシュ賞1970年代初頭、ワイネットは歌手ロレッタ・リンと共にカントリーチャートにランクインし続け、カントリーにおいて最も成功した女性歌手の一人となった。1970年代初頭、H.E. Loves Me All The Way、Run Woman、Run、The Wonders You Perform、Good Lovin'、Bedtime Story、My Man、Till I Get It Right、Kids Say That Artist Sings などで第1位を獲得した。1971年、The Wonders You Perform は、オルネラ・バノーニがイタリア語版、ドマーニェ・ウン・アルトロー・ジョルノでカバーしたおかげで、イタリアでもヒットした。ソロとしてだけでなく、ザ・セレモニー、We Are Gonna Hold On、ゴールデンリングなど、ジョージ・ジョーンズとのデュエットもカントリーチャートのトップ10にランクインした。1968年、ワイネットは CMA アワードの2人目の女性ボーカリスト賞、受賞者となり、また1969年、1970年と続き3年連続の受賞となった。1984年から1987年にリーバ・マッキンタイアが4年連続受賞するまで、この記録は保持されていた。1968年、2番目の夫ドン・チャペルと離婚し、1969年2月16日、ジョージア州リンゴールドにて、ジョージ・ジョーンズと結婚したが、6年後の1975年3月21日に離婚が成立した。ジョーンズのアルコール依存症が最大の原因とされる離婚後も1980年頃までプロの歌手としてのコラボレーションは続き、1995年アルバム1で再び共演した。当初チャートではあまり成功しなかったが、好評を受けた。1970年、ジョーンズとワイネットは一人娘、タマラ・ジョージェットを設けた。ジョージェット・ジョーンズとして、コンサートで母のトリビュートをしばしば行い、近年カントリーアーティストとして成功を収めている。1976年、前年のジョーンズとの離婚が公表された後、ワイネットは Till I Can Make It On My Own を収録し、カントリーチャートで第1位、ポップチャートで第84位を獲得し、8年ぶりのポップチャートのランクインとなった。この曲は離婚後の彼女のキャリアに多少なりとも助けとなって人気が落ちることなく、彼女の代表曲の一つとされている。2年後、ケニー・ロジャースとドッティ・ウエストのデュエットでカバーされ、1979年のカントリーチャートで第3位を獲得した。1976年、ワイネットは You and Me で再び第1位を獲得したが、これ以降ソロとして第1位を獲得することはなくなった。1977年初頭のジョーンズとのNear Youがデュエットとしての最後の第1位となった。1976年以降、ワイネットの人気に陰りが見え始めたが、後の10年間、Let's Get Together、One of a Kind、Woman Food、No One Else in This World、They Call It Making Loveなどが、トップ10にランクインし続けた。全部で21曲がカントリーチャートにランクインし、内訳は17曲がソロ、3曲がジョーンズとのデュエット、1曲がヒューストンとのデュエットであった。ロレッタ・リン、ドリー・パートン、バーバラ・マンドレル、ドッティ・ウエスト、リン・アンダーソンと共に女性カントリー歌手としての地位の再確認する手助けとなった。1981年、自身の回顧録、スタンバイ・ユア・マンをもとにして、彼女の半生を描いた同名テレビ映画が放送された。女優アネット・オトゥールがワイネット役を演じた。1980年代初頭、チャートでの成功は下降し始めていたが、スターティング・オーバー、He Was There、エバリー・ブラザーズのヒット曲のカバー、クライング・イン・ザ・レイン、アナザー・チャンス、ユー・スティル、ゲット・ツー・メイン・マイ・ドリームス、A Good Night's Love などがトップ20にランクインし続けた。1985年、1970年代のダンヒルのヒット曲 Sometimes When We Touch をマーク・グレイと共にカバーし、第6位を獲得した。1982年、ロイ・コニフシンガーズのデュエットアルバム The Nashville Connection の収録曲に予定されたデルタの夜明けで共演したが、この曲は結局アルバムに収録されなかった。この頃彼女は胆管の炎症など健康面での問題を抱えていた。1986年 CBS の昼ドラキャピトルに出演し、美容師で歌手のダーリーン・スタンクーフスキーを演じた。1988年フロリダ州のショッピングセンターに店舗への投資の失敗により破産申請した。1987年アルバムハイアーグラウンドはネオトラディショナルカントリーのサウンドを特徴とし、批評的にも商業的にも成功を収めた。このアルバムには、ラリー・ギャトリン、ビンス・ギル、リッキー・バンシェルトン、ロドニー・クロウェル、リッキー・スキャグス、エミリュー・ハリス、オケインズなどが参加した。このアルバムから、You Are Love、Talking to Myself Again がシングルカットされ、カントリーチャートでトップ20にランクインし、1988年初頭、エミリュー・ハリスとのデュエットで3枚目のシングル、ビニース、A Painted Sky は第25位となった。これが、ワイネットにとって最後のトップ40シングルとなった。1990年、アルバム、ハート・オーバー・マインドが出版されたが、ラジオでの人気も下降していった。このアルバムは、カントリーチャートでトップ40にランクインし、1990年及び1991年にランディ・トラビスとのデュエット We Are Strangers Again などいくつかのシングルが出版された。1991年終盤、イギリスの電子音楽グループ KLF と Justified and Ancient を収録し、翌年18カ国で第1位を獲得し、アメリカのビルボード誌のホット100で第11位を獲得した。この曲により、ワイネットは新たなファンを獲得し、ビルボード誌のポップチャートで彼女にとっての最高位となった。ミュージックビデオには、Miss タミー・ワイネットはカントリーミュージックのファーストレディという分だけでなく、音楽業界での彼女の多くの業績が表示される。ワイネットはこのビデオの中で王冠をかぶり、王座に座っている。なおこのビデオには時々日本語も表示される。1992年、後にファーストレディとなるヒラリー・クリントンは、60ミニッツのインタビューで、ワイネットのスタンドバイ・ユア・マンにかけて、私はタミー・ワイネットのように男性のそばにおとなしく立っていたり、クッキーを焼いたりする女性とは違うと語った。しかしクッキーを焼くくだりは、ワイネットへの例えよりむしろ、クリントン自身が別の話で語った、家にいて、クッキーを焼いたりお茶を飲んだりすることもできたけれども、夫が公職に就く以前に私は専門職に就く決心をしていたことから来ているとされる。いずれにせよこれが議論の火種となった。ワイネットはクリントンのこの言葉に対し、すべて私に当てはまり、あなたの辛辣な意見に不快に思う。あなたはすべてのカントリーファンやホワイトハウスに行けない家庭的な人々の気分を害したと記した。クリントンは多大なる否定的反応に直面し、その後謝罪してワイネットに資金集めイベントでの演奏を依頼し、ワイネットはこれを引き受けた。1993年、初めてドリー・パートン及びロレッタ・リンと共にレコーディングを行い、アルバム、ホンキー・トンク・エンジェルスを出版した。シングルのヒットにはつながらなかったが、このアルバムはカントリーチャートで上位に入り、ポップチャートでも第42位にランクインした。同年、このアルバムの収録曲で、ワンダ・ジャクソンのシルバースレッズ&ゴールデン・ニードルズのカバー曲がシングルカットされたが、カントリーチャートで惜しくもトップ40に届かなかった。翌1994年、ワイノナ・ジャット、エルトン・ジョン、ライル・ラベット、アーロン・ネビル、スモーキー・ロビンソン、スティングなど、カントリー、ポップ、ロックンロールのアーティストとのデュエットを収録したWithout Allsを出版した。ワイノナ・ジャットとのデュエットガールサングが第64位となったが、このアルバムからは他にいずれの曲もシングルカットされなかった。同年ゲーム番組ホイール・オブ・フォーチュンにセレブリティゲストとして出演した。1990年代、自身のジュエリーラインをデザイン及び販売を開始した。1995年、ワイネットとジョーンズは15年ぶりのデュエットアルバム、ワンを出版し、同名シングルを輩出し、二人にとって初めてのミュージックビデオを制作した。1997年、ジョージア州カミングにあるラニアーランドミュージックパークでの演奏が最後の共演となった。1996年、ザ・ビーチ・ボーイズのアルバム、スターズ&ストライプスボリューム1のために、ブライアン・ウィルソンとイン・マイ・ルームをデュエットでカバーしたが、ボリューム2に収録されることになったためにこのアルバムには収録されなかった。ボリューム2は出版されることはなかったが、テレビのドキュメンタリー番組、ビーチボーイズ、ナッシュビル・サウンズでこの演奏が放送された。1997年、ルー・リード作曲のパーフェクト・デイに参加し、イギリスで第1位を獲得した。キング・オブ・ザ・ヒルで主人公ハンク・ヒルの母親ティリー・ヒルの声をワイネットが亡くなるまで務め、ワイネット没後女優系キャランが後を継いだ。1996年12月1日放送のシットコムマリード・ウィズ・チルドレン第11シーズンのエピソードザ・ジャックス・ハブレフト・ザ・ビルディングに本人役で出演した。ワイネットは5回結婚している。シンガーソングライターのリッチーは1980年代にワイネットのマネージャーを務めていた。ワイネットは俳優のバート・レイノルズと交際したことがあり、ワイネットが突然亡くなるまで良い友人関係であった。一人目の夫バードとの間に3人子供がいる。1961年4月15日にグウェンドリン・リー、1962年8月2日にジャックリン・フェイ、1965年3月27日にティナ・デニスを出産した。20歳の時に長女と次女を出産した。ワイネットのニューヨーク・タイムズ紙によるベストセラー自伝、スタンドバイ・ユア・マンによると、ティナは予定より3ヶ月早く推定2パウンドで生まれ、3ヶ月間保育器で育った。生後3ヶ月での退院時には5パウンドにも満たなかった。退院3週間後、同居していた親戚はティナを抱き上げようとすると、苦しそうに叫ぶため、ティナの背中に問題があるのではないかと考えた。ティナは、脊髄膜炎で余命が長くないと診断された。2週間半ティナは隔離室で過ごし、さらに7週間入院して回復した。ティナは、医師や看護師から、奇跡の子と呼ばれた。1975年、ワイネットとジョーンズは、デュエットアルバム、ジョージ&タミー&ティナを制作し、ティナは、ジョーンズとザ・テレホンコール、ワイネットとノーチャージで共演した。1970年10月5日、ワイネットとジョーンズは、タマラ・ジョージェット・ジョーンズを設け、ジョージェットは、カントリー&ウエスタンの歌手としての才能もありながら17年間看護師を務めた。母ワイネットが美容師の資格を毎年更新していたのと同様に、ジョージェットも看護師の資格を毎年更新している。2010年、デビューアルバム、スライトリー・ユースとウーマンのほか、ストロング・イナフ・ツーくらいでも成功を収め、2013年4月、ワイネット、シェリル、リッチーが作曲したTill I Can Make It On My Own、ワイネット、シェリルが作曲したワイネットの代表曲Stand By Your Manを含むワイネットへのトリビュートアルバムTill I Can Make It On My Ownを出版した。ジョーンズはワイネットと結婚直後、ワイネットの長女グウェン、次女ジャッキー、三女ティナを法的に養子とした1970年代初頭、ワイネットは多くの病に悩まされており、生涯で少なくとも26回手術を受けた。いかに病が重くとも、ワイネットは歌手活動及びプロモーションツアーを続けた。1970年10月、ジョージェット出産後、ワイネットは中水切除術と子宮摘出術を受けた。子宮摘出術で癒着などの合併症が起こり、ケロイドとなった。胆管の慢性炎症が悪化し、1970年から1998年4月6日に亡くなるまで断続的に入院した。マイケル・トムリントンの短期間の婚姻中、胆嚢、腎臓、咽頭の手術のため結婚生活の半分を病院で過ごした。1980年代、鎮痛剤の重度の依存症となり、人生最大の問題となった。1986年、薬物依存症治療のベティフォードセンターに入所した。治療期間中、CBC のキャピトルに出演し、美容師から歌手となるダーリーン・スタンクーフスキー役を演じた。1993年のクリスマス直後、ワイネットは激痛により、夜中に目が覚めて、テネシー州ナッシュビルのバプティスト病院に搬送され、胆管感染症で5日間昏睡状態であった。昏睡から覚めると、超バイパス形成術をしなくてはならなかった。その後短期間でツアー公演を再開した。1998年3月5日、病気のロレッタ・リンの代理で行ったコンサートが最後の公演となった。1998年3月9日、TNN のプライムタイムカントリーで、スタンドバイ・ユア・マン、テイク・メ・ツー・ユア・ワールドを演奏したのが、最後のテレビ出演となった。1997年3月17日、初めてのトップ5、ユア、グッドガールズゴナゴーバッド、代表曲、スタンドバイユアマン、デビュー曲で、クラシックカントリーとされるアパートメント級を演奏したのが、最後のグランドオール・オープリー出演となった。この時、ロリー・モーガンとジャン・ハワードも、オープリーに出演して、ワイネットを助けた。モーガンにとって、ワイネットは子供の頃からのアイドルで、ハワードにとってワイネットは親友であった。依存症による鎮痛剤の過剰摂取、入退院を繰り返して、約15回の大手術を経験して、数年にわたる闘病の後、1998年4月6日、55歳で、ワイネットは自宅のカウチで睡眠中に亡くなった。医師によると、ワイネットは、肺の血栓症により亡くなった。慢性の病にかかわらず、亡くなる直前まで演奏を続け、さらなる演奏も予定されていた。1998年4月9日にナッシュビルのライマン公会堂で行われたお別れ会には1500人が訪れた。これ以前に近親者のみが出席してナッシュビルのウッドローン記念墓地に埋葬された。作曲家のビル・マックはダラスモーニングニュースの中で彼女について一流でかけがえのない安定した歌手と表した。リアン・ウォマックはワイネットの曲には強さと情熱を感じ、ワイネットは歌詞を的確に表現しており、曲を聴くとそれがよくわかると語ったほか、ワイネットは夫、ジョージ・リッチー、4人の娘、8人の孫のおかげで、これまで生きてこられたとも語った。1999年4月、死因を再度解明するため遺体が掘り起こされた。娘3人は医師、夫で、マネージャーのジョージ・リッチーを、ワイネットの不法死亡で訴えた。検視官は、ワイネットは不整脈で亡くなったと判断した。1999年5月、リッチーは事実無根であるとして、反対訴訟の準備を始めたことから、訴訟対象から外された。ワイネットの娘ジャッキー・デイリーは、母の死について、リッチーに尋ねる前に、スター氏にこの話を売った。リッチーはこれらの質問を個人的に聞かれたことはなく、娘たちは母の詳細について出版社に頼ったのであった。ワイネットはナッシュビルのウッドローン記念墓地の霊廟に再度埋葬された。この墓地には他にウェブ・ピアス、ジェリー・リード、マーティ・ロビンズ、ボビー・ラッセル、ポーター・ワゴナー、レッド・フォーリー、エディ・アーノルドなど、カントリー界の著名人が埋葬されており、2013年4月には元夫のジョージ・ジョーンズも埋葬された。2012年3月、墓標がタミー・ワイネットからジョージ・リッチーと結婚後の最後の法的な名であるバージニア・ W ・リチャードソンに変更された。しかし2014年3月、再度タミー・ワイネットに戻された。オールミュージックやローリングストーン誌などの多数の音楽評論家からカントリー史上最大及び最も影響力のある女性歌手の一人とされている。サラ・エヴァンズ、フェイス・ヒル、リアン・ウォマックなど多くの女性カントリー歌手がワイネットの影響を受けている。1998年、ワイネット没後、その功績を称えられカントリーミュージック殿堂入りした。同年、代表曲、スタンドバイユアマンを含むスペシャル CD コレクション、タミー・ワイネット、コレクターズエディションが出版されたが、カントリーチャートにおいて惜しくもトップ40に入らなかった。スタンドバイユアマンは、リン・アンダーソン、ドッティ・ウエスト、ロレッタ・リン、エルトン・ジョン、ライル・ラベットなど、女性アーティストだけでなく男性アーティストからもカバーされており、ミー、ファースト&ザ・ギミー・ギミーズなどのロックバンドにもカバーされている。2005年、マルティナ・マクブライドはカントリーの定番曲を収録したアルバムタイムレスで1976年の Till I Can Make It On My Own をカバーした。1980年、映画ブルース・ブラザースでもこの曲はコメディ化してカバーされた。1997年、アメリカレコード協会は21世紀を代表する300曲から選ぶ世紀の歌の第48位に、スタンドバイユアマンを認定した。2001年、ワイネットの人生をもとにし、ワイネットやジョージ・ジョーンズの曲を使用したミュージカル、スタンドバイユアマン、ザ・タミー・ワイネット・ストーリーが、ライマイ公会堂で開幕し、全米ツアー公演が行われた。2002年、CMT は、女性カントリーアーティスト40名で、第1位のパッツィ・クラインに続く、第2位にワイネットを位置づけた。ちなみに、第3位は、ロレッタ・リンであった。また2003年、CMT は、男性カントリーアーティスト40名にワイネットの、元夫、ジョージ・ジョーンズを、第3位に位置づけた。2003年、カントリーの作曲家、プロデューサー、アーティストが選ぶ、カントリー100曲で、スタンドバイユアマンが第1位となり、CMT の特別番組で、マルティナ・マクブライドがこの曲を歌った。ワイネットの邸宅の近くにあるジャドソン・バプティスト教会は、ハンク・ウィリアムズ没後ワイネット邸となった邸宅と土地を100万ドル強で購入した。現在この邸宅はユースセンター及びゲストハウスとして使用されている。2008年4月、ワイネット没50周年を記念して、ソニー BMG より CD、スタンドバイ・ユアマン、ザ・ベスト・オブ、タミー・ワイネットが出版され、イギリスのアルバムチャートで第23位となった。2011年4月、アメリカ議会図書館はその年を代表する25曲に、オリジナルの1968年のスタンドバイ・ユアマンを選んだ。2010年、ドイツを拠点とするレコード会社ベアファミリーレコードは、ジョージ・ジョーンズのボックスセットを出版し、ワイネットとの初期のデュエットも収録された。ありがとうございます。